どうも、こんばんは、エヌメです。今回は、東京グルダークを、篠原新たプロと4500個のダイヤで交換して、とりあえず今持ってる素材、全部使ってですね、強化できるとこまでは強化したんで、とりあえず今回はこいつの強さを皆様にお見せできたらなと思います。では、クエストの方行ってみましょう。じゃあ、コックリアの53階、滝沢があれですね、ボスで出てくるステージですね。で、篠原を使ったパーティーで攻略していきたいと思います。はい、コックリア53階にもなるとですね、まあ、強いですよ。敵も本当に雑魚敵ですら強いけども、まあ、そんなステージだからこそ、この篠原さんの、なんていうんですかね、強さが光るということで、見ていきましょう。はい、篠原さん別に耐久が高いわけではないです。火力がすごいです、こいつは。こんな感じで、わかりますかね？今スキル3つ目使ったんですけど、残像を出しながら敵を切り刻む。しかも何がえぐいって、これスキルとスキルのこのインターバルがないっていう。クールダウンのさ、時間がさ、敵を倒すことによって、すぐスキルが溜まるんですよ。まあ、スカブったりして敵を倒せなかった時は、16秒くらいだったかな？クールダウンに時間を要するんですけど、敵を倒せばね、すぐ連続で使えるということで、やばくないマジで。これ鬼滅の刃の吾妻善逸の霹靂一閃20連みたいな。しかもめちゃめちゃ範囲も広いっていうね。だからデイリークエストでお金稼ぐイベントあるじゃないですか。箱からめちゃくちゃなんか40個50個ぐらい箱が並んでて、あれも右半分左半分うまいこと当てれば、このスキル1回で壊せます。なんで結構楽ですね。でこういう滝沢みたいに遠くから撃ってくる敵に対しては、雑魚敵を巻き添えにしつつ何回も撃ち込むのがいいんですけど、今雑魚敵いなかったのかな。で1個目のスキルはこれですね。自分の雰囲気をぶん投げるっていう、ブーメランみたいに。もう一回どうか、ブーン。これもまたね、すごい範囲がもう縦に長い範囲なんで、一列にこうね走り回って敵を固めて一気にゴリゴリゴリって削るみたいな、そういう使い方ができます。ただこいつ耐久は何回も言うけど耐久は高くないです。はいはい、ということで最後にゴールドイベントですね。はい、ちょっと箱壊すのがめんどいゴールドイベントを、まあ、篠原さんを使ってですね、まあ、サクサクやっていこうということで、見ていただきたいと思います。あのね、チームなんだけどあえてねこんな感じで弱くしないと他のねメンツがね倒しちゃうんだよね、タロちゃんを。ということでこのメンツでやっていきたいと思います。クゼンのレベル1やばいかもしれんけど、倒れたら後ろの味方出てくるとこある。で、まず斬撃の、連続の斬撃のスキルを打つんだけど、こう箱いっぱい並んでて、ここら辺で打つと、はい、全部壊れてない。向こうに1個余ってるわ。まあ、こんな感じでね、まあ、ミスると全部壊れないんだけど、うまいことやるとね、壊れるんですよね。で、溜まるまでちょっとクールダウンの時間があるから、ここで一発ボーンって打つと全体に当たるじゃん。まあ別にこれ当てなくてもいいんだけどね。当てなくてもここら辺かな？これだ。はい、全部壊れたということでね。はい、全部壊れたということでね。まあこんな感じで簡単に、はい、金作のイベントをやることができます。で、あとは太郎ちゃんを倒すだけ。まあ味方のレベルもうちょい上げててもよかったな。なんか普通に有馬とか、なんて言うんだろう。マルデさんとかね、ピースがいっぱい手に入るキャラどんどん強化してね、チームメンバー、1列目に入れておくと、そいつらが太郎ちゃんを倒しちゃって箱を全部壊す前に、終わっちゃうんでね。まあさすがにそれはもったいないということで、ちょっともう一回行く？よし、もう一回やるぞ。ちょっとさっき一発で壊せなかったら悔しいから、ちょっともう一回やります。あー、こっち行くと食らっちゃうね、麻痺。まあ、ここら辺だったよね。はい。くっそ。バカ余ったわ。まあこんな感じでね、はい、失敗するとめんどくさいということで、篠原さん、あの攻撃以外あんまりその範囲が、クールダウンがね、長いんでね、これで一発で壊れてくれたらいいんだけどね、全部に当たるのは当たるんだけど、半分しか減らないからね。はい、いや、やっぱあそこ一個左上残るな。当たんないのかな、ここ。まあ多分攻撃範囲的には、楕円っぽいね、範囲だと思うんだよね。攻撃が当たる範囲的には。まあ、こんな感じでね。結局失敗しちゃったけど。まあ、箱は壊しやすいよということで。まあ、この突進食らうとこの麻痺の時間があれだな。じれったいな。
まあ、やるときは味方をそこそこ弱くしていった方がいいと思います。レベル1入れてたけど全然死ななかったな、クゼン。はい、ということで、今回篠原さんの強さ、皆さん分かっていただけたでしょうか。もうね、スペシャルストアに今出てないんですけど、まあ、いつかローテーションで回ってくるんで、まあ、欲しいなと思う方はその時までにダイヤ4500個、貯めておくのもいいかもしれません。海外プレイヤーも激推し激推しのキャラなんで、はい、まあ交換しておいて間違いはないのかなと思いますね。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。